こんにちは、障害年金コンサルタントの松岡です。障害年金の申請をご自身でと考えている方も多いと思います。そこで今日は障害年金の申請でつまずきやすいポイントトップ5についてご紹介します。事前につまずきやすいポイントを把握しておけば、いざその時になっても冷静に対応ができるはず。5位から順番にランキング形式でご紹介しますので、これから申請にチャレンジしたい方はぜひ最後まで見てください。それでは行ってみましょう。第5位、申請書類を取りに行けない。障害年金の請求には専用の申請用紙を使います。申請書類は年金事務所でもらうことができますが、なかなか取りに行けないという方もおられます。というのも、パッと行ってさっともらえればいいんですが、障害年金用の申請書類は複数枚あり、しかもその人その人の病気や請求方法に合わせた書類が必要となるため、簡単に渡してもらうことはできません。職員の方としっかりと話し合う必要があり、年金事務所だと事前予約も必要になり、結構な手間がかかります。外に出られなかったり人と会話ができないという方にとっては大きな負担となります。書類をもらうだけでこんなに疲れるんだと疲弊しないよう、事前にある程度の心構えがあるといいですね。当社の公式 LINE に登録を行い、無料の小冊子の取り寄せをいただければ、年金事務所の相談に行く際に役立つ相談シートを一緒にお送りしています。こういったツールを使ってご自身の負担をできるだけ少なくするのがおすすめです。第4位、申請書類が多くて複雑。先ほどもお伝えした通り、障害年金の申請用紙は複数枚あって、必要な記載事項も人それぞれだったりします。誰でもそうだと思うんですが、見たことのない書類を記載するってげんなりしますし、ただでさえ病気でしんどいのに複雑な書類を書くのって苦痛を伴う作業だと思います。これで合ってるのかもわからないし、質問したくても年金事務所に行く体力もないとか考えるとギブアップという方もおられます。そんな人は身内の方や医療福祉のつながりなど、第三者の力を借りることも視野に入れるのが良いかと思います。第3位、初診日を覚えていない。病歴が長くなると初診が何十年も前ということも珍しくはありません。また転院やドクターショッピングなどによっていろんな病院に行き過ぎて、どこが最初の病院でいつが初診日かわからないという方もいらっしゃると思います。年金事務所に相談に行くと初めに初診日を聞かれるので、初診日がわからず手続きが一向に進まないということもあるあるです。中には自分で覚えていなかったとしても、年金事務所に行けば初診日と病院名をパソコンの記録から教えてもらえるんじゃないかと思っている方もおられると思いますが、あくまでも初診の病院というのは自分で思い出すものなんですよね。ざっくりでもいつ頃だったとか、どのあたりの場所にあったとか、お薬手帳とにらめっこをしながら思い出してみてください。なお、当社であった初診日がわからなかった事例について概要欄にリンクを貼っておきます。第2位、病院の先生に言うのが怖い。障害年金の申請には主治医の診断書が必ず必要になります。そのため障害年金の申請をしようと思うと、遅かれ早かれ主治医に障害年金の申請のことを伝えることになります。ただこれがどうしても言いづらいという方がめちゃくちゃ多いんですよね。先生に反対されるんじゃないかな、怒られるんじゃないかなと思ってなかなか言えなくて手続きが進まないという方もいらっしゃいます。でもここで止まってしまうのはあまりにももったいない。確かに障害年金の申請に反対というスタンスを取られる先生もいらっしゃるのも事実です。ただ私の感覚ではそれってほんの少数で、ほとんどの先生は障害年金に賛成だったり、賛成とまでは言わなかったとしても協力をしてくれる先生がほとんどです。ああ言われたらどうしよう、こう言われたらと、マイナスばかりを考えて動けなくなるという気持ちはよくわかります。けどここは思い切って、先生すいません、障害年金を申請したいんですとチャレンジしてみてください。これも先ほどと同じで、身内の方など誰か助けてくれる方がおられれば思い切って相談してみるのが良いかと思います。それでもどうにもならないという方は信頼できる社労士さんに相談をしてみるのがおすすめです。第1位、病歴就労状況等申し立て書が書けない。これは本当にあるあるです。病歴就労状況等申し立て書というのは発病から現在までの様子を自分で記載する用紙ですが、書き方がわからない、昔のことを覚えていない、何を書いたらいいのかわからないなどなど、せっかく診断書など全ての書類が揃っているのに申し立て書が書けず、診断書の期限も切れるわ、体調も悪くなるわといった流れで障害年金を挫折したという話も耳にします。申し立て書の内容は審査にも影響しますし、
診断書など他の書類との整合性も大切です。病気でしんどい時に審査で不利になったりしないかななど考えながら文章をまとめるのは結構大変です。人によっては過去のことを思い出すこと自体が苦痛だという方もいらっしゃいます。申請準備で体調を崩してしまっては元も子もないですよね。申し立て書の記載のコツについては過去にも動画で解説をしていますので下の概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてみてください。以上、障害年金の申請でつまずきやすいポイントトップ5を紹介してみました。これから申請をされる方は今回紹介したつまずきポイントに気をつけて無理なく申請の手続きに取り組んでいただけると嬉しいです。もしチャレンジしてみてしんどくなった時には申請途中のご依頼も OK ですのでご相談ください。以上、ご清聴ありがとうございました。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。障害年金をもっと多くの方に届けたいという思いからこの度公式 LINE をリニューアルしました。そこでは精神疾患の障害年金のシミュレーションや障害年金の疑問や不安などを解消してもらえる内容になっています。また公式 LINE からは障害年金の基礎を分かりやすく解説した小冊子の無料申し込みもできるようになっています。登録は概要欄にリンクを貼っています。障害年金のハテナや不安はいつでもご相談ください。